合法なの？ SCC の取材に対してギリ合法だってスポークスマンは言ってましたね。見事魔法のパンケーキで優秀賞へ入賞を果たしましたが、この魔法のココアパウダーは合法なんですか？ギリ合法です。ありがとうございます！さーて、優秀賞の2社が出揃いました。残りは1つ。泣いても笑ってもラストチャンスです。100万人が選んだ今年の B 級グルメコンテストの最優秀賞は？チラッ。どうぞ。よし、それでは最優秀賞は、ルナチ、みんなでお手手つなぐですよ。ギューです。ええ、そしたらみんなで万歳できますもんね。どうか。みんなは抱き合って喜びを分かち合いました。キューキュー、ウィッウィー。 Z 君とソラちゃんもお祝いに飛んできました。はいはい、どうぞ皆さん壇上へお上がりください。なやっぱりインパクトある登場した方がいいです。普通にどうぞ。そうしてみんな揃ってメインステージに上がりました。最優秀賞おめでとうございます。最優秀賞の方にはコンテストの主催企業である RMC の CEO マクスウェル氏から豪華景品が贈られます。おめでとうラムネちゃん、それにみんなも。君はやはりそういうことだったのか。騙したりするつもりはなかったの。でも隠し事をしなければ私がチケットを受け取らないでしょ。あら、お見通しなのね。世界最高の魔法使い、魔術に疎い私でもそのぐらいは知っているけど、まさかこんなに若いとは。若作りがうまいだけかもしれないわよ。ともあれ、最優秀賞おめでとう。よくあの短期間でここまで見事なラムネを完成させたわね。驚いたわ。私一人の力じゃない。みんなが助けてくれたからに他ならないよ。そうね、素晴らしい協力プレーだったわ。その健闘を称え、あなたに商品を送らせてもらうわ。願いを一つ言いなさい。何でも叶えてあげるから。おーっと、これはすごい。何でも願いを叶えてくれる宣言だ。すごいぞ。私だったら確実に願いを何個でも叶えるようにしてくださいって頼んじゃいます。それはダメに決まってるでしょう。何でもって言ったじゃないですか。その前に一つ質問していいかな。あら、それが願い？ずいぶんとストイックなのね。いや、違います。あら、で、いいわ。一つ質問に答えることをサービスしてあげる。どう
して一度抽選に落ちた私にチケットを？ラムネーション、あなたたちが生み出した言葉でしょ？うん、なんだか私らの知らないところでいろいろ広まってるみたいだけど。そう、中東の国でね、ずっと内紛してたところがあるのよ。でもね、あなたたちがあの写真をツイッターにアップロードした瞬間だけね、みんな戦うのをやめて炭酸ジュースを飲んだのよ。そしたらどうなったと思う？飲み干した途端、みんな戦うのが馬鹿らしくなって和平への道を歩み始めたのよ。そんな、だから最近あの辺のニュースを聞かなくなったのか。嘘みたいでしょ。確かに私たちが介入してやめさせることはできるけど、自らの意思でやめようとさせるのは到底できることじゃないわ。あとは、まあ、あなたたちの功績を全部語ってるとキリがないから、適当にネットで調べといてちょうだい。そういうことで、世界に炭酸ジュースブームをもたらして、いろんな人を幸福に導いた。そのご褒美でチケットをあげたのよ。なるほど。じゃあ、その願いなんだけど、本当に何でもいいんだね。え？いいわ。じゃあ、ここにいるみんなに、ラムネを一本ずつ。そんなのでいいの？もっとこう。バカにしないでよね。あなたはいつもそうやって私をからかうんだから。そういえば、ルナチーとどういう関係なの？この子。なるほど。もうそんな年じゃないわよ、失礼ね。会場にいるみんななんてケチくさいことしないから、この世界のみんなにラムネを出してあげるわよ。皆さん聞きましたか？それではラムネが欲しい人は手を空にあげて。まったく、行くわよ。はあ、この話、世界系だったんですね。あの子と一緒に住んだらいつでもラムネ出してもらえるですね。多分それラムニアでも代用聞くんじゃないかな。そうですね、ラムニア、この首輪をするです。やめるんだアイリス。姉さん、はい、これスタンガンです。よっしゃ、やめるんだアイリス。あなたたち、いつもそのノリ疲れない？ここに来てやっと話が合う人に出会えた気がするよ。さてさて、もう皆さん何をするかは予想はつくとは思いますが、その前に一言ラムネちゃんにコメントをいただきましょう。長々と演説をするのは趣味ではないので、短くてもいいかな。どうぞ。みんな、本当に本当にありがとう。そして大好き。泣かせるじゃないですか。本当に即興すぎるわよ。もう、
あのバカ兄貴。ルナチ大好き、ああこれ全世界に中継されてんじゃなかったっけ。おや、黙って見てるつもりですか。私は行きますよ。フィナーレはいつだってキス&クライって言いますしね。アイリスもチューするです。まったく、あなたたちには本当にもう。もういいわラムニャ、覚悟しなさい。キュイキュイ、待った待った、とりあえずほらやるべきことをやらんとでしょう。はいはい、カメラ回ってますよ。みんなせーの、ラムネーション。本日はRMC エアラインをご利用いただき誠にありがとうございます。当機は現在セントアリア上空2000メートルを飛行中です。ターゲットとのランデブーまで残り86。マニュアルで決められておりますのでご了承ください。ここで待ってますから、外でしてきてもいいんですよ。それは残念です。却下しますけど、一応どっちの方か聞いときましょう。開きます。突風にご注意ください。残り60、プロデューサーからお電話です。ハロー兄弟、ツアーはお楽しみいただいてるかな。だからといって空には落っこちないように気をつけてほしいがね。それはよかった。お土産に記念絵はがきと特産品の瓶ラムネをぜひどうぞ。さて最後のブリーフィングを始めるよ。ミッションオブジェクティブは写真の撮影。対象は私、コロナ、レイラ、アイリスの4人と小動物2匹。
連れてきたのかい？まあいいや。ジェット機から飛び降りた私たちに続いて5コンマ2のディレイで君も VTOL から飛び降りる。そして姿勢を反転し下から私たちの写真を撮影する。よし、次はカメラの設定を確認するよ。レンズ設定は 20mm 広角マニュアルフォーカス、 ISO 感度は 100、 F 値は 8.0、 シャッタースピードは1/300、ラピッドファイヤー。オーソン、この計画の要は君だ。よろしく頼む。どうせ狙うならピューリッツァー賞を狙ってほしいね。一体何を言ってるんだね君は。ルナジー君、見てみたいですよ。アイリスたちのお店が見えますよ。姉さん、体を乗り出すのはいいですが、下の人にパンツ見えちゃいますよ。あら、おかつでした。ルナチー君、もし見ちゃっても忘れてくださいね。やっほー、お兄ちゃん。ちゃんとおトイレは済ませてきたよね。おいおいおい、それじゃあ万が一漏らしてしまったらそれこそ大惨事じゃないか。コロナちゃん、今の気分をお聞かせください。遥か大空で双子の兄貴が自分のナプキンを装着している気分です。クラクラしてきた。おえー、吐くならお外か兄貴にどうぞ。いや、ラムニャーに口移しで飲ませる。レイちゃん、ラムニャーを抑えて。アイアイさ、やめろ、やめるんだ。アイリスは V を回すな。君のせいだ、ソルナチー。レイちゃん、力すごく。ほら、ラムには口開けて。行くよ。うっ、はい。レーダーに反応。残り25。誠に遺憾ながら唾液しか出ませんでした。なんでちょっと美味しいんだよ。姉さん、ちゃんと撮りました？最近のスマホのカメラはすごいですね。下と下をつなぐ唾液まで綺麗に写ってますよ。最新のテクノロジーでなんてものを撮るんだね。アイリス、後でクラウドに上げといて。あいあいさ、その恥ずかしい写真をネットで共有しやがって。皆さん、お遊びはそこまでです。目標視界に捉えました。ブエーノ、ほらほら、ラムニャーもコロニャーも準備はできましたか？オーレライト、いつでも行けるよ。ふう、こっちはかろうじて大丈夫。ルナチーは？ここに来てエコノミークラス症候群とかにはかかってないよね。泣いても笑ってもワンチャンス。しっかり頼むよ、ブラザー。アルファボール、
バッチシ決めてくださいね。信じてますよ、ルナチーくん。大丈夫、お兄ちゃんならできるよ。本当にここまで来れたのは君のおかげだよ。今までありがとう。礼も祝いもセンチメンタルもことが終わってからやりましょう。あとはハグ&キスもです。みんなでギューってチューってするですよ。ハグとキスだけで済めばいいけどね。お兄ちゃんも想像しちゃダメよ。リアルまで撮っといてね。うん、そうだね。よし、さあみんな、クールに決めてやろうぜ。オーライベリー。残り5、目標効果。残り4。3。2。1。みんな、せーの、ダムネーション。それで全世界にラムネが流通し始めて、青海ラムネ工場を含め全国のラムネ業界が息を吹き返したわけです。チェリークラウンダイナーは見事 RMC の提携店舗としてアウトレットモールに2号店、そして早くも3号店の計画が進行してるらしいですね。そしてラムネ工場の新商品の CM の撮影も無事終了したってわけですか。その時の記念写真が、あそこに飾られてるあれですね。本物の空の中で飲むラムネのお味はどうでした？2つの意味でですね。しかしどうしてラムニャーはあんなに飛びたがるんでしょうかね。天使とか鳥とかもう少しまともなもので例えてほしかったな。あのね、君久々のデートでそれはないでしょ。女の子はトイレでいろいろやることがあるのよ。化粧直したりとかさ。ツイッターもですよね。ツイッターは確かにしたけどさ。何を勝ち誇ってるのよ君は。っていうかラムネちゃんもなんでデートの時にそんなつぶやきしちゃうんですか。だってほらトイレ中って暇じゃん。スタンスが支離滅裂ですよ。それでお二人はこれからどこ行くんです。秘密。久しぶりの二人っきりだし、どっかで思いっきり羽伸ばそっかなって思ってさ。今秘密だって言った直後じゃねえか。連中はまたどっかで聞いてんだぞ。
私は聞かなかったことにしておきますから、どうぞお二人でごゆっくり。そう言ってルナチー君とラムネちゃんのカップルは手をつないでお店を出ていきました。これにてめでたしめでたしですね、コロナちゃん。なーに言ってんのよ、物語はむしろここからが本番よ。そうですよ、私たちは散々お預け食らってますからね、そろそろ美味しいとこいただいてもいい頃合いかと。もしもし聞こえる？ターゲットの目的地は遊園地と判明。繰り返す、ターゲットの目的地は遊園地と判明。了解です、これより追跡を開始するです。さーて、今日こそあのバカップルをぶちおかすわよ。